はい、皆さんこんにちは、ホタです。今回もカジャビについて動画でご紹介していきたいと思います。で、今回ご紹介するのは、カジャビのサイトにですね、ユーザーさんを一括でインポートする方法というのをご紹介したいと思います。で、この方法を知っておくことで、どういうメリットがあるかと言いますと、例えば皆さんがもしカジャビを始める前にですね、他のプラットフォームでもうすでに同じような形でコンテンツ販売をしてたりとか、動画コースの販売をしていたとします。で、そこからちょっとカジャビに移行しようかなと考えていらっしゃる方も多いと思います。で、実際に他のプラットフォーム、例えばシンキフィックとかティーチャブルとか、他の国内のサービスから移行される方というのは多くいらっしゃいます。で、その時どこまでユーザーの情報を移行できるとか、例えばすでに前のプラットフォームで動画を買ってる人はカジャビに移行したらその動画を見れますかとか、そういった疑問があるかと思います。はい、なのでそういうところをクリアにするために、今回は実際に動画で方法をご紹介しながらお見せできればなと思います。で、あとはですね、もしすでにカジャビを始めていらして、メールですね、メーリングツールをまた別のツールで使って、で、例えばそれをじゃあカジャビに移行されたい、もちろんカジャビはですね、強力なメールの配信ツールがありますので、もちろんメール配信ソフトとしてもカジャビを利用することができます。で、その時に例えばもし皆さんが大量なメーリングリスト、何千件とかのメーリングリストを持ってて、それをカジャビに移行したいという場合があると思います。で、もちろんそれも一括インポートすることができますので、その方法をご紹介したいと思います。で、あと他の役立つケースとしましては、例えばもうスクールカジャビで始めていまして、例えばちょっと企業さんの案件とかで一気に100個のアカウントが欲しいみたいな形で、大口契約みたいな形で100人分のユーザーを追加して、一気にその人たちが見れるようにするみたいなことも出てくるかと思います。で、そういう時にも一括でインポートして、じゃあ一括にこのユーザーさんたちが動画を見れるようにする方法とか、このユーザーさんたちに一括でこう動画を見せれるようにする方法みたいな形でご紹介できればなと思います。で、今回の詳しい内容につきましては、僕が提供していますカジャビの日本語マニュアルというウェブサイトがあるんですけども、そちらでご紹介をしています。で、こちらですね、僕の紹介リンクからカジャビを始めていただければ無料でお渡しすることができますので、詳しくは動画の説明欄を見ていただければと思います。はい、それではですね、今回ユーザーを一括インポートする方法についてご紹介したいと思います。まずですね、今ユーザーさんを一括インポートするときですが、冒頭でもご紹介しましたが、いろんなケースがあると思います。例えば一括でメーリングのリストをカジャビに追加されたい場合とか、すでに別のプラットフォームである程度動画とかコンテンツを販売していて、その方たちをカジャビに移行して動画も見れるようにしたいとか、これから企業さんの大口契約で何百人のユーザーさんを一気に追加したいとか、そういうパターンがあるかと思います。で、基本的にどのケースであってもやり方は同じです。はい。ただいくつか注意点がありまして、例えばその既存のもうすでに他のプラットフォームで動画とかコンテンツを販売している場合で、それをカジャビに移行したい場合、もちろん当然ですが、もうカジャビの中にあらかじめもちろんプロダクトを作っておく必要があります。プロダクトというのはカジャビで動画コースとかコミュニティとかなんですが、もちろんそれはもうあらかじめ作成いただいているという前提で今回話を進めさせていただければと思います。で、あとはですね、例えばシンキフィックとかティーチャブルとか、すでにお金を払ってもらって買い切りでこっちの別のプラットフォームでもうユーザーさんが動画を見れている状態だとします。で、それをカジャビに移行するのはできます。でもうこっちでお金もらってるので、じゃあカジャビに移行したときは、もうじゃあ別に無料でも見てくださいというふうにすることは可能です。で、ただ、例えばこっちの別のプラットフォームとかで、サブスクリプションで払ってる場合ですね、で、その方たちをカジャビに移行して、じゃあ引き続きこっちのサブスクリプションできるかと言いますと、で、そこはプラットフォームをまたぐことはできないので、方法としましては、一回こちらの古いプラットフォームでの、まずサブスクリプションをキャンセルしてもらって、カジャビで再度サブスクリプションに入ってもらうという方法がいいかなと思います。で、その時のフォローアップの仕方についても動画の後半でご紹介していきたいと思います。はい、そうしましたらまず手順ですね、まずどのようにしてこの古いプラットフォームとかメーリングリストとか大量のユーザーのリストをカジャビにインポートするかというのをご紹介したいと思います。まずですね、そこまで難しくありません。というのも皆さんに用意していただきたいものは本当に一つだけになりまして、もうお客さんの顧客情報が入ったリストがあれば大丈夫です。で、どういうリストが必要かと言いますと、いわゆるCSV ファイル、Excel で作れるような簡単な表なんですが、そういう表があれば大丈夫です。で、実際どういう表が必要になるかと言いますと、例えばですね、今こちらの適当な表を作ってみました。で、各プラットフォームで必ずですね、CSV で顧客情報をダウンロードするっていうボタンがあると思います。シンキフィックであれ、ティーチャブルであれ、例えば国内のツールであれ、絶対ですね、ユーザーのリストを一括でこうダウンロードできる機能があると思います。で、そのダウンロードした時の形式はちょっとプラットフォームによって異なるので分かりませんが、基本的にメールアドレスがあったり、こう名前があったり、こうバーッとこういった情報が出てくると思います。で、一旦ですね、その情報を整理していただいて、Excel とか Google シートを使っていただければ、結構整理ができると思います。で、まずですね、必ず必要な情報はまずメールアドレスが必要になります。
で逆に言えば最低限メールアドレスだけのこのリストがあればまずユーザーさんをカジャビの顧客に追加することができます。もちろんそれプラスアルファで例えば名前があったりとか、まあ、その人がもし今回コース別のプラットフォームから移行する場合 でそのコースを持っている情報があればそのコースを持っている情報も引き継ぐことができます。でそれプラスアルファであとはですね、もう自由なフィールドですね。例えばもう会社名とか電話番号とかここに書いてありますが所属とかどこで知りましたかってそういう情報がすでに別のプラットフォームから引き継げるようであればそういうのもシートにして入れておいて大丈夫です。でカジャビの場合はカスタムフィールドといって自由にデータベースを作成することができますので、ここ今会社名電話番号とかって書いてありますがこの右の部分にですねどんどん列を作っていただければ一応50個まではこういうカスタムフィールドを作ることができるので、もし既存のお客さんのデータ顧客データベースとして使いたい場合は、まあ、このような形で表を作っていただければと思います。はい、で今回試しにですねちょっと適当なデータを入れてみまして、まあ、この8人をですねちょっとカジャビの方に追加してみたいと思います。で、まあ、メールアドレスもすごい適当なものですけども試しに入れてみたいと思います。まずこの表を作るときに、まあ、注意点としましては本当にまずご紹介しましたがメールアドレスがあれば大丈夫です。で次に名前ですね。例えば他のプラットフォームですと姓と名が分かれているパターンがあるかと思います。で、まあ、その時は、まあ、Google シートとか Excel の数式を使っていただいて、まあ、こういった形で姓と名が結合されている状態にしておく必要があります。ではあとは顧客タグとかコース、まあ、これコースは各ユーザーさんがいろんなコースをこうバラバラに持ってると思いまして、ちょっとここは難しいところではあるんですけども、その方法についても後ほどご紹介したいと思います。で、まあ、こういった形で表を作成することができましたら一旦これをCSV でダウンロードをします。はい、そうしましたら次にこの今ダウンロードした顧客のリストをカジャビの中に一括でインポートする作業をしていきます。でこれどこからするかといいますと、このコンタクトですね、カジャビのダッシュボードに行っていただきましてコンタクトというタブがあります。でここにアドコンタクツというボタンがありますのでこちらをクリックします。で次にこのインポート CSV というボタンがあるのでこちらをクリックします。はい、でそうしますとインポートコンタクトということで、まあ、コンタクトをインポートするというページに来ました。でこの上のアップロードファイルをクリックしてここに先ほどダウンロードした CSV ファイルをアップロードします。はい、こういった形で今CSV ファイルをアップロードしました。でここで Continue to Upload をクリックします。そうすると自動的に先ほど作った表をですねこう列ごとに分けてくれます。でここからマッピングという作業があるんですが、この各列はじゃあ何のデータですかというのを分けていく形になります。で例えばですがこれはカラム1メールアドレスのデータです、データになっていますので、じゃあここはカジャビの中の既存のデータのどれに該当しますかということで分けていきます。でこれ E メールに該当します。でこのカラムには名前なので、じゃあこれ名前なので名前の列になりますという形です。でこのカラム3は顧客のタグなので、じゃあこれタグだねということでタグを選択したりとか、まあいろいろここでセットしていきます。でこのカラム4はコースということでコースの情報が入っていたんですが、ここはですね、まあ、今回ちょっと実際にはフィールド分けしないのでここは一回スキップをします。であとは例えばこの会社名のところがあればここに会社名があれば選べますし、あとはもしこの既存のフィールドでない場合は新しく会社名というフィールドを作ることができます。例えばこの会社名テキストフィールドで会社ということにしてこれを確認しますと、まあ、こういった形でどんどん追加していきまして、このカラムは電話番号ですので電話があるのでこれ電話既存のフィールドにします。で所属はまあ今回ちょっと入れないのでスキップして、まあ どこで知りましたかとかもスキップします。で住所もこのアドレスというのがあるのでこちらを選択してクリックするという形です。でそうするとまあこの3つの列、まあ、今回シートを作りましたが今回この3つの列は別にスキップインポートしないという形にしています。でこの6個の列ですね、この列は顧客の情報としてカジャビにインポートするという風な仕組みにします。で次にこの Continue to Import をクリックします。で次にじゃあこの今回インポートするユーザーこのコンタクトに対してどういう操作をしますかという選択肢が出てきます。でここはですね、まあ、ちょっとやり方がいろいろあるんですけども、まず一つ目としてはグラントオファーという機能があります。でこれは何かというと、この今インポートした全てのユーザーに対してオファーをグラント、オファーをプレゼントするという仕組みになります。なので例えば今回別のプラットフォームからこのカジャビに移行される場合はユーザーにオファーの権限を与えた状態でインポートをすることもできます。でただここでは一括で皆さんに同じオファーしかインポートすることができませんので、例えばこういった形で今回ですねもう様々なコースを持った人たちを一括でインポートしてしまっていますので、この場合ですと一括例えば用が入門編っていうのをすでに
カジャビのサイトの中にあるとして、それを付与してし、オファーを付与してしまうと、皆さんが見れるようになってしまいます。なんで、ここはちょっと難しいんですけども、例えば、じゃあ、ヨガ入門編だけ持ってる人のリストまず作っておいて、その方たちを、その方たちだけをインポートする。で、そしてここで選ぶのはヨガ入門編だけにして、一回この、まずヨガ入門編のユーザーさんをまずじゃあ一括でインポートしましょうと。で、その後に別のこの持ってる人たちをインポートしましょうとか、まあ、そういった分け方をすることもできます。はい、で例えばですが、まあ、ここでグラントオファーということで、じゃあ今回インポートするあのユーザーさんに、じゃあこの、じゃあ例えばですが、この2つのオファーをグラントしますと、あのこれを無料で渡した状態でも追加しますというふうにすることもできます。で、あとはアドタグということで、まあ、今回追加するユーザーさんに対して顧客のタグをつけることができます。で、カジャビではこの顧客のタグをつけることによって、まあ、後からこのユーザーを絞り込みやすくすることができます。例えば、今回インポートするユーザーさんの、ユーザーさんには、あの例えば Teachable から移行した場合は Teachable というタグをつけたりとか、まあ、そういったあの区分けをすることができます。なのでこういうタグをつけておくと後から仕分けがしやすくなるという形です。であのここすごい大事なんですけども、ここですね、この Subscribe to Marketing Email というチェックボックスがあります。でこれは何かと言いますと、まあ、基本的にそのマーケティングのメールを送ってもいいかというものになります。であのもちろんですね、まあメーリングリストとかあの基本的にユーザー情報を追加する話になりますので、ここはオンにしておかないと、今後皆さんが送信する E メールキャンペーン、まあ、ニュースレターとかステップメール、あのカジャビでは E メールシーケンスというんですけども、そういうのが全部届かなくなります。でただまあもちろんこう注意点がありまして、もちろんまずあのメールを送ってもいいよという同意をいただいている上で、ここはチェックする必要があります。そうしないと勝手にあの1回購読、別のプラットフォームとかで購読解除していたのに、またここでチェックをしてしまうとメールが届いてしまって、まあ、トラブルになりかねないので、まあ、ここはあのしっかりと皆さんのお客さんにメールを送信してもいいよというあの承諾を得ている上でチェックする必要があります。ただここはチェックしておかない、ここをチェックせずにインポートしてしまうと、後から管理者の方ではもうあのメールを送ることができません。あとは顧客の方で自分でじゃあもう一回あのメールマガ購読します、選択をしないと、ここは有効にすることができませんので、ここは注意してください。で例えば今回ここをチェックしまして、じゃあ今回インポートするユーザーさんには、じゃあこの2つのオファーをお渡しするというふうにします。でタグはこれをつけるというふうにします。で次にこの Continue to Summary をクリックして、まあ、最終確認ということで、まあ、この9つの情報がインポートされますよということで、この6個のカラムを追加して、この3つの列はスキップしますと。であとこういうタグがついて2つのオファーをつけますというふうな、まあ、情報が、まあ、これ最終確認画面が出てきます。でここでコンファームインポートをクリックします。でそうすると、まあ、少しあの量によって時間がかかります。でこれが完了すると、あの管理者のメールの方に通知が飛びますので、それが来るまであの皆さん待っていただくといいと思います。はい、そうしますと、今こういった形でカジャビからあの連絡が来ました。まあ、今回あの入れたのが9個 の, あの連絡先になりますので、まあ、すぐあの比較的すぐ完了しました。でこういった形であの今フィニッシュしましたというのが出てきます。でここにですね、あの CSV がダウンロードすることができるんですけど、まあ、今回 の, あのインポートした結果のレポートですね、そういうのはあのダウンロードすることができます。例えばメールアドレスの形式が違ったので今回インポートできませんでしたとか、まあ、もうすでに重複したメールアドレスなのでこの人インポートできませんでしたみたいなデータをしっかりとカジャビがあの送ってくれます。なので必ずこちらはダウンロードしまして、で、まあ、最終確認ですね、あのインポートした結果あのどこか失敗がないかとかを確認していただくのがいいと思います。で今回1件失敗しているという形になります。でこれなぜかと言いますと、今こうやって表を作っていましたが、これ実はヘッダーはあの必要ありません。でデータとしましては、こういったデータもうあの一番上の1行目ですね、1行目にもう1行目からすでにあのデータの値を作っていけばいいのですが、まあ、今回のちょっと分かりやすいようにこの今値をつけておりました。でインポートした結果、この1列目ですね、これが失敗してますと、メールアドレスの形式を確認してくださいというふうに出てきています。なので、まあ、ここ以外のこの8人のユーザーは正常にインポートがされているという形になります。で実際にデータを見てみますと、今コンタクトのページに来ていますが、実際にこういった形で今あの追加したメールの人たちがあの正常に追加されているのが分かります。で例えばですが、今回は一緒にタグとオファーもあの付与していますので、例えばこの佐藤さんをクリックしてちょっとデータを見てみたいと思います。でそうするとタグですね、こちらタグがしっかりとついているのと、ここでグラントですね、この2つのオファーがしっかりとグラント付与されているということが分かります。で例えばですが、今回ちょっと適当なメールを使ってしまったのであれですが、じゃあこのユーザーさんたち今インポートあのされました。で今このもうカジャビの中で顧客というメンバーですね、カジャビでいわゆるメンバーという形でアカウントを持った状態で存在しているのですが、じゃあこの方たちはどうやってこうカジャビにログインすればいいのというあのご質問
が出ると思います。で、今回の時のように、例えばユーザーさんが自分で買わずに、オファーを付与された形でアカウントができた場合は、カジャビが自動的にそのユーザーさんたちにログイン情報を発行してくれます。で、これはメーリングリストの場合は、発行されません。で、カジャビの場合はここにチェックボックスですね。この、各ユーザーさんにチェックマークがついているんですが、例えばこのユーザーのアイコンにチェックがついている場合は、メンバーということで、アカウント情報を持っている顧客のことをメンバーと呼びます。で、例えばこの下のホダというユーザーは、このチェックマークついていないので、これはいわゆるメーリングリストという形になります。で、このメーリングリストの人は、ただメールを受信するだけなので、別にカジャビに皆さんのスクリーンにログインして何かを見るわけではないので、ログイン情報はまだ持っていません。でも、カジャビにはメールアドレスは登録されているという形です。で、ちょっと話を戻しますが、例えばこのオファーを付与された形で、初めてこのメンバーになった場合ですね、ただこの方は自分のパスワード知らないので、カジャビが自動的に送ってくれます。で、この時にどのメールが飛ぶかといいますと、このセッティングの中の E メールテンプレート、に進みまして、このメンバーウェルカムメールというものが飛びます。今これちょっと英語になっていますが、何々様ということで、このユーザーネームとパスワード、ユーザーネームは E メールになりますので、 E メールと、ここはカジャビが自動的に作ったパスワードをこの各ユーザーさんたちに自動的に配信してくれます。なので顧客の方はこのメールを受け取って、このパスワードを使ってログインすることができるという仕組みになります。はい。なので毎回もちろん管理者が各ユーザーさんに対してパスワード発行する必要もないですし、一括でインポートが成功すれば、その方に自動的にメールが飛んで、じゃあ次からはこのログイン情報を使ってコンテンツ見てくださいというふうにお勧めすることができます。で、この場、このケースは今すでにオファーを付与されて、何かしらこのコンテンツを見ることができる人のケースになります。で、ただ単にメーリングリストとして追加されたユーザーさんは別にログイン情報不要ですので、そういった今のウェルカムメールは飛ばないという形です。で、あとはですね、マーケティングのところで、ユーザー管理者がメールを配信するときに、この一括でメールを一括ユーザーを選択すれば、その方たちにマーケティングメール、ニュースレターとかを送ることができるという形になります。で、あとはですね、先ほどのオファーの件ですね。オファーのところで、いろんなユーザーさんがいろんな動画コースを持っているというケースがあると思います。で、その時にどうするかと言いますと、一応このカジャビのですね、このコンタクトのところからもユーザーを選択して、ここで一括アクションというのがあります。で、ここでバルクアクションということでオファーを付与することもできますので、別のちょっとタグとかをつけておいて絞り込んで、じゃあこの人とこの人とこの人はこのオファー、このコース見れるようにしてする必要があるからオファーを付与しますみたいな形で、インポートした後からも一応オファーを選択して、ユーザーさんを選択して追加することができます。はい。あとはですね、例えばですが、メーリングリストを追加したりとか、企業さんの案件でこう一気に何百人も追加するという時は、別にそのままスムーズに行えばいいと思うんですけども、例えば他のプラットフォームからカジャビに移行されたいという場合もあると思います。で、例えばその時に、その昔のプラットフォームでサブスクリプションをしていて、例えば毎月2000円こっちの方で払って、いたのを、じゃあカジャビに移行して一回やめてもらって、カジャビでまた毎月2000円払ってもらうという風にすると、絶対手間になります。手間になってめんどくさくなるので、お客さんは、既存のお客さんは何人かはそこでやめてしまうというパターンもあると思います。で、そういう時にどういうフォローアップをするかと言いますと、いくつか方法がありまして、例えばですが、カジャビの場合はオファーというのを自由に作ることができます。で、ちょっとこちらの動画でもご紹介しているんですけども、例えばオファーを作って、で、普段はこの毎月2000円のオファーなんですけども、今回この移行される方限定に、じゃあちょっと初月無料とか、じゃあ初月1ヶ月1000円にして、2ヶ月目以降は2000円になるので、ちょっと移行手間になりますが、これちょっとお得なので、ぜひカジャビの方にまたこっちのプラットフォームでまた決済してくださいみたいなフォローアップがいいと思います。あとは同じような形でクーポンというのも発行することができるので、ちょっとこちらのクーポンを使っていただくと、初月だけ 50% オフになるので、こちらを使ってまたこっちのプラットフォームでまた決済してくださいみたいな形でフォローをすると、比較的その移行、お客さん目線からその面倒くさくなってやめてしまう人が多いと思うんですけども、一応そういうのを軽減できるかなと思います。はい。ちょっと参考にいただければと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介している内容は、すべて僕のカジャビの日本語ガイドの中に記載しております。もしこれからカジャビを始められるという方は、ぜひ紹介リンクの方を参考にしていただきまして、そこから登録いただければ僕の方でアカウント発行することができますので、ぜひ検討いただければと思います。はい。このチャンネルではですね、こういった形でカジャビに関してとか、海外の便利なツールに関して動画を発信していますので、ぜひチャンネル登録と高評価いただければと思います。